ね。どうしたんだ、ハルカ。よう、久しぶりだな。お前、浜崎。すまねえな、迷惑かけちまって。あの子は？ああ、はるかか。あいつはあんたのことが嫌いなんだろう。なるほどな。まあ、無理もねえ。ところで浜崎、お前脱獄してきたのか。どうして脱獄なんかしたんだ。そんなことをしてもまた罪を重くするだけだ。そうだろう。何日か前、西島という男がここを訪れた。その時お前の名前を口にしていたんだが。その話本当か？ああ。そうか、西島のやつちゃんと生き延びていたのか。そうか、やはり知り合いなのか。ああ。それで西島はどうした？ちゃんとカムロ町には行けたのか？ああ、向かった。その後無事にたどり着いたかまではわからないがな。そうか、そうか。お前、あの西島って男とはどういう関係なんだ？兄弟だ。やつは俺の兄弟分だ。兄弟？キル、あんたにどうしても頼みがある。何してるんだお前。俺は兄弟を男にしてやりて。だから頼む。俺の最初で最後の頼み聞いてくれ。
これは俺が脱獄した後サツとの取引に使おうとしていた仏だ。沖縄第二刑務所なんて限りなく非合法に近い施設が生まれた経緯とその資金面での金の流れが書かれている。これは今から5年前あんたも関係したあの東条会の消えた100億事件、実はあの事件で動いていたあの金も沖縄第二刑務所設立の裏資金となるはずの金だったんだ。どういうことなんだ。